そっかじゃの久保です。やっぱりね、売り上げどこまで積み上げるのかっていうよりも、やっぱりね、これ以上は下回らないっていう、下を固めることの方が大事。この発想もね、素晴らしいと思いますね。確かにね、吉谷さん、私たちは月に50万とか100万がもうね、下回らなければもうどこまでも上行こうなんてあんまり思わないですね。もうもちろん上がる分には全然困らないんですけどね。だからやっぱ人の思い込みっていうのはここにもあるのかなと思うんですよ。やっぱり去年100だったら今年はやっぱり100以上行きたいなと。で、100以上、例えば150行っちゃったら、次の年になったら150は切りたくないなみたいになっちゃうわけですよね。そうではなくて、もう十分なんじゃないかなって思うところも必要だと思うんですよ。まあ、そこはね、すごく大事な発想じゃないかなと思いますね。確かにね。はい。で、今回はですね、とんでもない思い込みということで、もう一つのデータがありますんで、これについてどういうふうに思うかね、ちょっと面白い考察をね、今投げたいと思います。こういうふうに書いてます。今24時間テレビってやってますよね。やってるんですかね、24時間テレビってやつ。今年で42回を迎えたらしいんですよ。で、この42年間で集めた寄付金の総額、今年は15億だったらしいんですけども、42回で397億円も集まったらしいんですよ。すごいですよね。芸能人総動員してテレビ局すごいね、プロモーション宣伝をして、24時間テレビってここまで浸透しました。そして日本全国いろんなところに寄付をする窓口を置いてですね、397億円も集まったんですよ。さあ、それではね、この24時間テレビの寄付金とちょっとね、別のものを比較してみましょう。競馬です。競馬なんですけども、2019年、去年のですね、国庫納付金、いわゆる寄付金なんですけども、これいくらになったということなんですかね。なんとですね、3200億円競馬から寄付が行ってるんですよ。24時間テレビは397億円、競馬は1年間で3200億円ね。まあ、つまりですね、340年ぐらい24時間テレビをやったら、競馬の寄付金の1年間にやっとペイするって形なんですけども、競馬にはあんまり芸能人も関わってないですし、テレビでね、競馬ってやってるわけでもないですし、何なんですかね、これはね。競馬の方が役に立っていると。24時間テレビは芸能人が有名になるためのね、なんか100キロマラソンする人が有名になるための単なる宣伝行為じゃないかなというふうに考えることができますね。まあ、だからといって私がね、24時間テレビが嫌だとかね、あのなんだあれけしからんとかいうとこまでは来ないんですけど、世の中ってのは面白いなと3200億円1年間で叩き出す競馬ってのがあったり、24時間テレビ42年間やって、397億円、400円に満たなかったり、400億円に満たなかったり、何なんでしょうかね。だからやっぱりね、私たちがイメージで捉えてることって真実とかけ離れてる、残念ながらね、期待とかけ離れてることが多いんだろうなと思うんですよね。さあ、これについてコメントいただければと思いますけど、いかがでしょうか。では、いってらっしゃい。